妊娠してる妹にお前の風邪が移ったら大変だ。出ていけ。え？明日沙織が里帰り出産のために帰省するんだよ。それは知ってる。でも急に出てけなんて言われても困るわ。妊婦の前で病原菌撒き散らす気かよ。もちろん自分の部屋からは極力出ないようにするし、トイレや台所に行くときはマスクもつける。何より39度もあって動ける状態じゃないの。そもそも嫁としての自覚が足りねえんだよ。節約のために実家に住まわせてやってんのに風邪なんか引きやがって。そんな言い方はないんじゃない。なんだと。私が体調を崩したのは風邪をひいたゆいの看病をずっとしてたからよ。きっと移っちゃったんだと思う。3歳の娘のせいにするとか性根が腐ってんな。そうじゃない。全然看病しなかったあなたに責められたくないってこと。娘の世話なんか誰がするか。は？俺は本当は息子が欲しかったんだよ。マイク・タイソンって名前にしてプロボクサーにしたかったんだ。それ前にも聞いたことあるけど、さすがに冗談よね。本気だよ。大体私たちは斉藤って名字があるじゃない。だから斉藤マイク・タイソンだよ。バカなのか。意味がわからない。とにかくこんな状態で急に出ていけなんて言われても無理だから。じゃあ妹に風邪を移しても責任取れるんだな。それはお腹の赤ちゃんに影響が出てもお前がどうにかできるんだな。分かったわよ。そこまで言うなら実家に戻る。最初からそう言えよ。大した距離じゃねえんだから。でもゆいはどうしよう。何が。あなたは仕事、お父さんとお母さんは明日まで旅行中でしょ。私もこんな体でゆいの面倒は見られないし。いや、お前が連れてけよ。マスクしてれば映らねえだろ。その理屈ならここにいたっていいじゃない。へりくつ言うな。カズ、さっさとゆいを連れて出ていけ。それならせめて明日まではここで休ませてもらえる。少しは回復するかもしれないし、さっきも言ったけど本当に動ける状態じゃないの。たかが風邪で大げさなやつだ。立ち上がるだけでも辛いんだから。じゃあ今日だけだぞ。その代わり妹の部屋はピカピカに掃除しとけ。は？沙織の部屋はずっとそのままになってるからな。いろんなものにホコリとかかぶってんだろ。人の話聞いてた。動けないって言ってるの。ホコリまみれの部屋で俺の大事な妹を寝かせる気か。あのさ、沙織ちゃんを溺愛するのは構わないけど、少しは私の心配もしてくれたっていいんじゃない。なんだそれ。お前と妹じゃ人間としての価値が全然ちげえだろうが。どういう意味よそれ。不細工なお前に比べて妹は顔も声も可愛い。スタイルだって抜群だ。兄弟じゃなかったら抱いてやりたいくらいだ。え、冗談だよ。とにかく夫婦なんて所詮は他人だろ。血のつながった妹と張り合おうとすんな。そういうことを言ってるんじゃない。私はゆいのことも少しは考えてほしいって言ってるだけ。うぜえな。仕事戻るわ。ちょっと待ってよ。仕事から帰宅した夫はわざわざ私の部屋に来て舌打ちだけして戸を閉めました。私はかな子、31歳。2つ年上のまさやとは5年前に結婚し、娘を1人授かっています。結婚当初はとても幸せでした。ですが時が経つにつれて、夫は本当は男が欲しかったなどと愚痴をこぼすようになり、徐々に態度も冷たくなっていったのです。義両親は普段から私によくしてくれますが、今は旅行で不在。それも手伝って夫は私に出て行けなどと言っているのでしょう。娘のことを思うと気が引けますが、こんな人と一緒にいるくらいならもう離婚を選択した方がいいのかもしれませんね。そんなことを考えていた矢先、夫は人とは思えぬ行動で私を追い込んでくるのでした。その夜。何するのよ、家の中に入れて。さっき妹から連絡があってな、明日じゃなく今日来ることにしたらしいんだ。今タクシーで向かってるって。え？なんでも旦那の出張が早まったらしい。だから妹も帰省する予定を早めたんだと。それで私とゆいを外に追い出したっていうの。アホな女だぜ。病院に連れてくなんて言葉を鵜呑みにして玄関まで出てくるなんてな。突き飛ばされた時は何事かと思った。それより早く入れて、外は大雨が降ってるのよ。台風が近づいてるらしいな。でもそんな悪天候の中わざわざ来るなんて、妹はよっぽど俺に会いたいのかな。いいから開けて、私もゆいも倒れちゃう。まあ台風でも2時間も歩けば実家に着くだろう。ファイトだ。ただ立ってるだけでも辛いのよ。ふざけないで。言っとくけどタクシーなんか呼ぶんじゃねえぞ。あ、財布持ってねえか。信じられない。頭おかしいんじゃないの。普通だろ。願い、せめてゆいだけでも中に入れて。この子はまだ3歳なのよ。断る。
今日は可愛い妹とせっかく二人きりになれるチャンスなんだ。ガキなんか邪魔でしょうがねえ。本気で言ってるの？もちろん。ありえない、惹かれてるわ。つうかお前、沙織の部屋の掃除全然してなくねえ。あれだけ言ったのにマジで使えねえわ。もういい、あなたの人間性はよくわかった。何？ルイを父親のいない子にはしたくないから離婚だけはと思ってた。でもあなたみたいな人と一緒にいたら私もユイも不幸になる。なんだよ急にディスりやがって。じゃあ離婚でもするか？あなたはそれでいいわけ？別にいいぞ。お前は女なんか産んだ挙句二人目もなかなか妊娠しねえポンコツだしな。しかも最近どんどんババアになってきてるし。本当にクズね。なんとでも言え。あ、でもちょっと待った。何よ？無駄に養育費とか払うのだりーな。やっぱ離婚はなしだ。お前はこれまで通り黙って家のことだけやっとけ。なんか頭がクラクラしてきた。どの道お前は専業主婦くらいしかできないんだから、一生俺の言うことを聞いてればいいんだ。やばい、倒れそう。もうあんたなんか。なんだよ。おい、聞いてんのか？なんだこいつ、急に無視しやがって。まあいいや、早く妹来ないかな。1時間後。沙織、沙織。うっさいな、着信50件とか正気かよ。よかった、やっと連絡がついた。何かあったんじゃないかと思って心配してたんだ。あ、そう。一体何があったんだ？まさか事故とか？別に何もないわよ。私はね。私は？あのさ、私の心配じゃなくて少しは自分の奥さんと娘のことを心配したら？どういうことだ？本当に驚いたわよ。タクシーでやっと家に着いたと思ったら道端にかなこさんが倒れてるんだもん。え？全身びしょ濡れで気を失ってるみたいだった。ゆいちゃんはずっとママママって泣いてて、私も何が何だかわからなかったわ。マジかよ。それでかなこさんの握ってるスマホを見たら、どうやら救急車を呼ぼうとしてるみたいだった。もうただごとじゃないと思ってすぐに二人をタクシーに乗せて病院へ向かったのよ。家の前でそんなことになってたのか。私は何度も大声でかなこさんって呼んでたけどね、雨の音で全然聞こえなかった。それで今はどんな状況なんだ？かなこさんはタクシーの中で一度意識を取り戻した。でも病院のベッドで再び眠りについたわ。熱もまだあるみたいだし。そうか。いや、そうかじゃねえわ。え？自分が何やったか分かってんの？いや、それは事情ならかなこさんに全て教えてもらった。マジ？正確には LINE のトーク履歴を見せてもらっただけだけどね。とても話せる状況じゃなかったから。まさかこんな大雨の中風邪ひいてる奥さんと子供を外に追い出してたなんて。いや、それは一歩間違ったら二人とも死んでたかもしれないのよ。分かってる？それはちょっと大げさなんじゃ。どこがよ。かなこさんは大雨の中気を失ってた。ゆいちゃんだってただ声をかけることしかできなかったの。私が発見してなかったら本当に危なかった。悪かったって謝って済む問題じゃない、この人でなし。でもトーク履歴を見たならわかるだろ、全ては沙織のためにやったことなんだよ。そうみたいね。あんたの発言を見て本当に血の気が引いたわ。どうして？キモすぎんのよ。え？かなこさんに私の部屋の掃除をさせようとしたり、兄弟じゃなかったら抱いてやりたいとか言ってたよね。マジで気狂ってんじゃないの？いや、あれは冗談で。実を言うと昔からずっとキモいと思ってた。私に対する愛情が過剰すぎるっていうか、なんかもう生理的にキモかった。嘘だろ。本当よ。別に悪意じゃないのは分かってたから何も言わなかったけど。いや、だって今日だって早くお兄ちゃんに会いたいから予定を早めてきたんだろ。はぁ、何言ってんの。私はかなこさんとゆいちゃんに早く会いたいから予定を早めたの。え、そうなの？だってゆいちゃん可愛いし、かなこさんにも子育てのこととかいろいろ聞きたかったから。俺じゃないのかよ。それがまさかこんなことになるなんてね。本当に最低な兄よ。ま、それもこれも全て今日でおしまいだけど。どういうこと？もうあんたとは兄弟の縁を切る。うわぁ！これまでみたいにただキモいだけならまだ許せた。でも今回の件はありえない。人でなしと兄弟だなんて虫ずが走るわ。ちょっと待ってくれよ。お兄ちゃんは沙織のことが大好きなんだぞ。お父さんとお母さんにも全部話しておくからね。はぁ、どうせ旅行中なのをいいことに好き勝手やってたんでしょう。今回の件を知ったら私と同様縁を切るって言うんじゃない？あの二人の性格を考えたら
多分そうなる。じっくり反省しなさい。でもそうなったら俺この家を追い出されちゃうじゃん。そうよ。かな子の実家にでも行けっていうのかよ。はあ、何言ってんの。え、トーク履歴をちゃんと見てみなさい。かな子さんは離婚の意思を明確に示してたはずよ。あ、本当だ。あんたは一人ぼっち、安いアパートでも探したら。なんだよそれ、俺ばっかりあんまりじゃないか。自業自得でしょこのケゼ。あ、ちょっと待って、かな子さんが目覚ましちゃった。え、なんか私テンション上がりすぎて大声出しながら LINE してたみたい。ちょっと変わるね。このクズ男かな子、あんたのおかげで危うく天に召されるところだった。いや、まさかこんな大事になるなんて思わなかったんだ。つまらない言い訳を聞くつもりはない。まだ体がしんどいから。なあ、離婚とかマジで考えてるのか。当たり前でしょ。今回のことは謝る。だから考え直してくれ。どうして。それはだからかな子とゆいのことが大切だからだよ。嘘つけ。今聞いたけど、あんた沙織ちゃんに縁を切られたんでしょ。それでご両親にも縁を切られるかもって。それはどうせ離婚の話がなくなればその辺のことも考え直してもらえるとか思ってたんでしょう。違う。離婚届はすぐに出すわ。それから被害届もね。は、台風の中外に締め出して命を奪いかけたのよ。きっと傷害罪や保護責任者遺棄罪が成立すると思う。沙織ちゃんも証言してくれるって言ってるし。逮捕ってことか。ちょっと待ってくれ。そうなると会社もクビね。入院費とか慰謝料も請求するから。それからもちろん養育費も。もう何が何だかわからない。ゆっくり時間をかけて考えることね。一体誰のせいでこうなったのか。頼む、勘弁してくれ。じゃ、沙織ちゃんに代わるわって思ったけど話すことないみたい。今日はホテルに泊まるって。じゃあね、ゴミクズ。待ってー。後日だ。離婚が成立し、私とユイは実家へ帰りました。被害届も受理され、マサヤは会社もクビに。また予想通り両親にも縁を切られ、今は格安の事故物件に住みながら死んだような顔でアルバイトをしているそうです。私の請求した合計は1000万円を超えていますが、全て支払い終えるまでは決して逃がしません。まあ逃げる気力ももはや本人には残ってないようですが、私はすっかり体調も良くなり実家で元気に暮らしています。もう義理の関係はなくなってしまいましたが、沙織ちゃんが出産したら赤ちゃんの顔を見に行きたいと思っています。